皆さんこんにちは、日本語の先生のリコです。今これをリコーディングしているのは2月の12日の水曜日なんですが、皆さんがこれを聞くのは14日の金曜日です。2月14日の金曜日は何の日ですか？そう、バレンタインデー。日本語ではバレンタインデーですね。恋人と彼氏彼女と、または旦那さん奥さんとロマンティックな時間を過ごせてますか？何かプレゼントしたりもらったりしましたか？バレンタインデー、私のこの家ではバレンタインデーをしません。私も旦那もバレンタインデーは、どうでもいいかなと思っているので、特にプレゼントをあげたり食事に出かけたりすることは、全然ないです。この結婚生活約14年一度もない。いや、私はそれでいいんです。全然いいんですけれども、というのも2月はこのバレンタインデーよりも私たちは結婚記念日があるんです。結婚記念日ね、2月の20日が結婚記念日なので、まあバレンタインデーは何もしないけれども、結婚記念日にちょっと出かけてレストランで食事をしようっていうのが毎年です。じゃあ今日のエピソードを始めましょう。それでは今日のトピックは朝の活動、朝のルーティーン、朝の習慣です。朝皆さんは何か必ずすること、毎日必ずすることがありますか？私は平日月曜日から金曜まではだいたい5時半から6時の間に起きます。そして、朝一番に水を飲んでシャワーをして服を着替えて、その後朝ごはんなんですけれども、朝ごはんを食べるときにまず必ずコーヒーを作ります。毎日必ずコーヒーを飲みます。そしてコーヒーを飲みながら、朝ごはんを食べながら、私はなんと韓国語の勉強しています。朝はだいたい単語の復習だったり、 YouTube を見たり、ポッドキャストを聞いたり、ね、食べながら勉強しています。これが私の朝のルーティーンかな。週末はもう少し遅く起きますが、それでも7時には起きています。全く同じです。起きたら水を飲んでシャワーをして着替えたら朝ごはん、そしてだいたいまた朝に勉強するっていうのが私の本当に毎日の朝のルーティーンです。さて、日本では朝活という言葉があります。これはまさしく朝の活動を、朝のアクティビティ、活動が短くなって朝活っていうんですけれども、多くの人が早起きして、少しでも早く起きて、その時間自分の勉強や、仕事や趣味に使っている。ある人は朝その早い時間に本を読んでるかもしれないし、ある人はブログを書いたりポッドキャストを録音したりしてるかもしれない、ある人は何か勉強してるかもしれない。朝の時間早起きしてそれを有効に使う。これを朝活と言います。皆さんの中にはこの朝活をしている人はいますか？私は5時半に起きた時にはいつもより30分早いから、この30分の時間は朝活ですね。たくさんのことができているような気がします。じゃあ皆さんも、早起きができる人はぜひ早く起きて、その少しでも早い時間に何か自分のことに、自分のために時間を使ってみてください。皆さんの朝活教えてくださいね。それでは今日のエピソードは朝活についてでした。朝の活動、私の旦那の場合は早起きしてジムに行ってますね。彼は毎日じゃないけれどもジムに行って、
1時間泳いでから仕事に行っています。これが彼の朝活になると思います。じゃあ、これから週末ですね、週末皆さん日本語の勉強も大切ですが、しっかり遊んでください何か楽しいことがある週末になりますように。じゃあまた明日聞いてください。さよなら、バイバイ。